どうもー、赤味噌です。白味噌です。二人合わせてイソフラボンです。お願いします。いやー、赤味噌と白味噌で漫才やってますけども、今日は綺麗なお客様がいっぱいいますね。こちらから赤味噌、赤味噌一つ飛ばして八丁味噌、名古屋から来た方ですか言うてますけども、それでは最後にショートコントプロポーズ。赤味噌さん、私たち付き合って10年になるけど、何か進展はないの？うるせえな、そんな焦らなくてもいいだろう。焦るわよ、私いくつになったと思ってるのよ。いくつになったのよ。密掃除。しょうもないこと言ってんじゃねえよ。これだからな、白味噌はな、甘いって言われるんだよ。何よ、赤味噌のあの辛口ね。もう知らない。ぷいん。あ、ま、ちょっと待ってくれ。これを見てくれ。パカ。それは、給料3ヶ月分の豆腐だ。ぐちゃぐちゃぐちゃ。綺麗な絹ごし。白味噌、俺と結婚してくれ。赤味噌さん、喜んで。白味噌、赤味噌さん、白味噌、赤味噌さん、あー、できました。合わせ味噌。どうも、ありがとうございました。